いよいよ僕たちはハイラル城からガノン城へお出かけするわけなんですが、見てください、あそこ釘のように刺さっているあの場所がガノン城となっております。いつから刺さってたん？なんかハイラル城初めて来た時からも刺さってたような気がするんだけど、もうガノンは粛々と準備をしていたというわけですよ。それまでの道のり、ちょっとした敵が出てきますが、何のその、そんな何も怖くありません。あ、メタリックじゃない？ちょっとトゥーンレンダリングですね。緩やかな坂になっておりまして、ほらね、こうブヒブヒもいまして、その先にちょっとした甲冑の人もいるはずだ。かっけー。ちょ、見てください、これ頭上、ここなってる。よし、コウモリがまだ気づいてない僕たちに。あ、届かない。いけ、オッケー。あれ、甲冑の人落ちたな、多分。行きましょう。もうここね、くぐるとすぐ着きます。いよいよだな。早っ。見て、シャレ神戸が石ころと混ざって、とてつもなく不吉なところですよ。あしらわれてますね、ガノンの模様に。扉もガノン城。うわ、とてつもない湿度だ。目の前の扉がガノン城の、引いては涼しいところ、エアコンが効いている、空調が効いているところに案内してくれる扉なわけなんですが、完璧に閉まってます。これ見て、皆さん覚えてません？この木と、ゴーマさん、カーレデモスさん、ジャイハーラさん、モルドゲイラさんと、ボスラッシュが始まるんだね。まずはじゃあ、ゴーマさんから行くか。ゴーマさん、ボスラッシュと言っても、この扉をくぐったら、あちゃってわけじゃなくて、ちょっとだけね、ちょっとだけね、手前にね。ほら、ちょっとだけね、手前にね、ほらね。これは鍵爪ロープで飛んで、うん、ない。ここは飛ばないか、まだ。よし、こうして、もう一丁、ここ飛んで、ここはこうして、焼けるっちゅうね。危ない。最高、いざ予感ゴーマン、懐かしいな。ここでは使える武器も限られてます。まあ、鍵爪ロープと剣さえあれば何のそのなわけなんだが、危ないと。バル様の尻尾も完全再現、ただしモノクロ調とアイテムはカラーだね、僕たちだけ。よし、ノーダメージでいくとかっこいいんだろうな。パチコン、甲羅割りは3回までだったかな。めくっておいで、流星群に気をつけたい。よし、で、もう尻尾が戻った矢先に捕まえてやるよ。速攻ゴアクエリオン、いったー。あと1回、よーし、よーし、よーし、よし、流星群に気をつけたい。当たらない、僕たちは当たらない、当たらないのだ。はっ、ブッ、ものすごいテンポだ。はい、これでマッパのゴーマン姿を見せろ。よし、こっから、あと気になるのが、僕たちマスターソードですよね、覚醒された。だから、あ、ちょっとなんか、居場所見失ってますね。危ない。こっ、うっ、くそ、お前は振り下ろしてばっかか。あれ、ちょっといけたな、今。この時点でもう攻撃できるんだな。あれ、倒した。あまりにあっさりだった。帰ってきました。ただいま。ゴーマさんを倒したことにより、灯ると。
さあ次は左斜め上、あの扇風機はもうよしてくれ。この防御まだ完成しないし。 OK、 カーレテモスさん行きましょう。君は確かブーメランだったよね。いえ、これは楽しいんだよな。カーレテモス一番好きかもな。あー、これ気持ちいい。どうだ、やったか。よしよし、でこうしてこうして、くー、次ジャイハラさん、固めてだな、固めてだな、固、やめろポー、固めてだな、固めてだな、置いてだな、階段を作ってだな、で、あとは駆け抜けるのみ。早く、時間との勝負なんだから、時間との勝負なんだから、時間との勝負なんだから。OK、 お、危ない、あた、これね、最後の関門走り抜ければもうすぐだと思うでしょ。さっきよりか距離も短いや。ただ謎のムービーが挟まる。にゃも、あー、よーし、ジャイハラ、待たせたな。お前に対抗するべく新必殺技を編み出してきたことを僕たちは覚えている。待たせたね。一発で仕留められるよう鍛えてきたんだ。ブクブクと超えたお前とは違うのだ。大回転斬りだ。おお、抜いて、溜めて、コントロール、よし、うおお、あ、違う、これ違う、ぐ、うおお、抜いて、溜めて、打つのみ、ラスト、よし、ミョン。最後はモルドゲイラさんでございます。シルベシ、ここは風で、よし、よーし、降りて、ここだな、捕まって、早い、あまりにも早い。ラスト行きます。チキチキ行っちゃってさ、もうすでにフックショットセット、いきます。現れよ、来た来た、ズズズ言ってるのはどこから、後ろ、それとも前、来た、はい、よし。マスターソードで強化されている攻撃力っていうのは一旦この場では無効になるのかな。普通の剣と同じ攻撃力とされるのか。来た、穴が変わった。で、息子が来る前に仕留めされたし、はいはい、よし、息子も倒したね、はい、あー届かない、あー穴が深い。今回間違えて子供釣るってことなかったな、一度も。ラスト、よし、ボスラッシュ終了。ぬるい、ぬるすぎる。さあ積み木を崩すように崩れ去れい。バラ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 。サザンクロスだったな。さあこの先がもうグツグツ煮えたぎってるのはここだけですから。ほら、もうしっかりと整地された城。でんでん、お前たち、この階段はあいつってならない。エントランスホール、うん、出た、この音楽、ペコペコピコプクプク、ペコピコプク、こう右に行って、
このね、灯火の順番を見てください。上にも地味にゴーマさん、カーレデモスさん、ジャイハーラさん、モルドゲイラさんってこれね、石碑がありますね。電話がかかってきますが、全然無視して大丈夫です。出てやろう。でも1、2の3、4だな。 OK。 セナよ、この部屋の中の様子をよく覚えておくのだ。そう、ここブーメランでね、いや、このカメラワークがもう答えを教えてるようなもんだな。はい、1、2の3、4、GO。 物理法則を無視したブーメランの動き、華麗なる動き出た。これショートカットです。地上に戻れるんですよ。でぬっと出てきたるは赤獅子の王。わっわっ、なるほど、ガノンはここから地上に蘇ったというわけか。せなよ、ガノンが作り出した地上への道、我々が今度は使わせてもらおうではないか。海の上の世界で何か必要なものがあれば船に乗ってその光の中に入るのだ。これは光の中とは言わんよ。ここ実は石板見てください。何やら書いているはず。この闇の底に勇気を持って飛び込むべし、さすれば我がしもべの持つ剣が我を指し示すしるべとなるだろう。丁寧に書いてくださってるんですって。誰のためにあれ石板用意したんだろうね。それは何より僕たちのためか。さあ出ました、ファントムガノン。この人たちをバチバチ倒して闇に消える。雲を切っているようだ。ここほら、これで倒したはず。剣の塚が倒れた方向に向かって進んでいきましょう。8体ぐらい倒すとね、向こうも気が済むと思う。お前たち、お前たち、はい、弾撃ってこいよ。こっちだな。もうラストぐらいですよ多分。ほら出た。ここにいるファントムガノンは一味違うと思う。出た、弾出してくるのか。これね、貯めるタイミングを見計らわないと大回転切りしてしまって、パカ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 。まだだ、まだだ。あ、こっちに行け。え、あ、宝箱。このデザインの宝箱はそう重要なアイテム。しかし今から何を手にするというのだ。この光り輝く、この宝箱が眩し出す光の矢。なんかドレス着てるみたい。聖なる光が悪を射る。光の矢を手にしました。でこの扉をくぐると、わあ眩しい眩しい眩しい。扉をくぐったはずが、円の中から戻ってきた。来て、ファントムガノンさんがまた蘇った。このカメラワークも何のそのだ。あ、しまった、ここあれだった、この光の矢だった。狙いを済まして撃ってしまいましょう。ここめんね。異次元へと誘う。彼はもう帰ってこれません、この世界には。でこのダンビラを使って、あとはこの扉めがけ、振るでもよし投げるでもよしだ。ウギヌス。さあまた扉が出た。矢を回復。この長い長い階段をくぐった先に、いよいよガノンドロフが待ち構えています。おまぬけ残念。あっ、じゃあなじゃあなじゃあなと、1回目のじゃあなと同じじゃあなの声が出た気がしたわ今。そこはよくて。さあ開きました。
開きました。ちょっとセーブしとこう。いよいよくぐろう。寝入ったか。